どうも、ラムチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、セリーヌ使っていこうと思います。新装備が来て何度か使ってみたんですけども、ちょっと火力不足かなと思ったんですよ。で、コメントで理想装備を教えてもらいました。ほんとたくさんのコメントありがとうございます。理想はこの2つのアクセサリーらしいですね。ルナティックピアスを2つです。そうすることによって、攻撃力が7291、かなり上がりましたね。で、これの半分をインテリジェンスに移すことができてますので、最大火力を発揮することができるというやつらしいです。まあ、とりあえず、使っていきましょうか。それでは、ジオガーディアンと戦っていきます。詠唱時間は長いので、ちょっと離れないとダメなんだよな。もうちょっと離れないと無理か。しっかりと離れてから、今。間に合うね。間に合わん。いや、難しいな。詠唱時間を長く、じゃない、短くしちゃうと、攻撃力が落ちちゃうのよね。なので、当てたい。あ、いける。メテオ。おお、火力出る出る。おう、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。これぐらい火力が出ればね。そうか、やっぱルナティックピアス、これすごい重要だったんだな。なんかアトラスリングとかそういうのを装備してやってたんで、あ、全然火力が違う。でもやっぱり、詠唱時間が長いので、アサルトで使うのが一番いいかな。アサルトが、間違いないでしょうね。火力上がるよね。そうね。アサルトで使うのが、やはり正解なのかもしれません。はい、ということで今日は理想装備のセリーヌ使っていきました。本当コメントたくさんありがとうございます。ルナティックピアスを2つ装備するのが正解みたいですね。攻撃力をガンガン上げてインテリジェンスに回していきましょう。そしてね、大きな間違いを犯してまして、それがノエルですね。ノエルの新装備に詠唱時間 70% マイナスがあるんですけども、これって、アクセサリーとは重複しないみたいですね。ここで赤く表示されているので、重複してませんでした。すみません。でもまあ、インテリジェンス 30% 上がってるので、今のところは、装備してます。はい。間違った情報でした。ほんとすいません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。